これ何？あ、毒タイプだ。あ、どうじゃん、ほぼ。え、この森ちょっと思った以上に危険かもしんないな。あ、ゴーストタイプ来た。結構好きなんだよな、ゴーストタイプって。元気のこけら。ちょっと思ったよりも危険かもな、ここ。ディククラゲもね。ディククラゲ巻けるんだね、ブレイヌ。やっぱレベル、普通にやっぱレベルなんだね、ここら辺って。封印。何？アパチリスちゃん。あ、結構ブレイヌっているんだ。あ、チーラー、チーラーの実だ。何？電磁虫。やべ、レベル高え、ここら辺。これはちょっと帰るしかないな。さすがにちょっとやばいわ。たたりめ、ちょっと、あれだけ、アイテムだけバッバーって取って帰ろう。さすがにちょっときついな。あ、ボクレイの群れだ。ボクレイ捕まえてないけどレベルがな。影打ち。やっぱ倒しちゃうよね。あ、急所か。これ、ボクレー倒し続けたらなんかウォーロットとかでできそうで怖いな。ボクレーなんか、こうやって見ると可愛いな。いや、元から可愛いけどさ。なんか改めて可愛いな。よし。僕らどうやって捕まえようかな。ちょ、ソチャですがで行ってみるか。あぶねえ、いともあれだ、これ。たたりめ。イカサマかな。イカサマで行ってみよう、次。お、いいじゃん。わー、それちょっとやめてほしいな。やばい、なんか全然捕まえられる気がしない。いって。捕まえられる気がしないんだけど。オッケー。あれさ、僕レー来たけどさ、パンプ陣は来れてないのかな。ギリカーポケモン、死んだ子供の魂がギリカブに宿ったポケモン、そうだったんだ。森をさまよい仲間を探す。僕レーン。来てなさそうだな。バケッチャ好きなんだけどね。やばい、ハマってる。バケッチャいたもんね、あの時ガラルにもね。何？アゴチムシマジでぶつかるな。うわ、キリキザンかっこいい。ん？なんだこいつ。シビビールか。シビビールこんなところにいるの？森にもいるんだ。シャカシャカ砲。うわ、外した、やっぱ。うえ。そういえば進化したけどやっぱ変わって。そうだよね。やっぱダブルバトル向けだな。シャカシャカ砲。シャカシャカ砲強いな。でもシャカ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 
まあめっちゃいい。ケスリでもなんか捕まりにレベル的にはこれ倒しちゃうやつ。バイバーイ。やっぱレベル的にちょっと捕まえにくいし、あんまり無理してここで捕まえなくてもいいよね。さすがにちょっと。テラピース草。え、シビビールってこんな森にいるの？それがびっくりだよ。パチリス。あ、こっから行けるんだね。あっちに。ちょっとね、戻りながら、切り刻んかっけー。ちょっと捕まえるのはちょっと大変だからやめとこう。お、霊界の布だ。めっちゃ追っかけてきて怖いんですけど。ランティスはね、いいね、かわいい。いや、なんかミミッキュがさ、すごい毎回色違いかどうかチェックしちゃうよね。ミミッキの色違いってさ、やっぱ薄い。イエさん捕まえてないんだな。薄い色だからさ、ミミッキの色違いって。一応チェックしちゃうよね、やっぱ。うわぁ、サイコフィールド。よし、捕まえられるかな。すんなり捕まってほしいな。わあ、やっぱレベル的にちょっときついか。あの奥でさ寝てるポケモンがめっちゃ気になるんだよね。なんだろうな。ノノクラゲかな。ディククラゲ。あった。あー、そろそろなんか進化しそうだな、マーカロコ。感情ポケモン、メスの姿、喜びや感謝など、ハッピーな気持ちを求め、人やポケモンを飼い飼いしく世話して回る。ザ・サン。よし、太陽を背負ってもらおう。あー、すごい、今メスとオスかな。よし、待って、回復して、ブレイン。何が寝てんの？あ、ハスブレロか。ちょっとマジであの、怖い。レベル的にちょっと捕まえにくいからさ、どうしようかな。ちょっと回復系はちょっとやめてほしいところ。あー待って、ダイブボール使いたかったのにネストボールしちゃった。うえ、クリティカルマジ？ネストボール全然効果なかったと思うんだけど。ラッキー。むわ、来た、無念の剣。これ専用技だっけ？この世への未練を剣先に込めて切りつける。与えたダメージの、回復系大好き。どうしようかな。まあ、ニトちゃんも好きなんだけど、こっちにしとこう。やったー、専用技来たー。陽気ポケモン、餌の豊富な水辺を好む。鳥ポケモンと餌の取り合いをしないように夜行性など。そうなんだ。夜ブレロ。あ、かわいい。よし。なになに？びっくりすんだけど、このさ、図鑑の報酬もらえますよっていう音がさ、お前からビビるんだよね、これ。よし。鋭い牙ゲッチ。あ、ラブラブボールだっけ？あれ、ラブリーボール？ラブラブボール？
え、もらえるんだね。でも貴重だな。今のところ。あんまりちょっと気軽に使えないな。僕例の色違いはいなそう。やばいね。ちょっと本当に進まないな。ちょっと無念の剣使いたいところでもあるな。あ、あっちにも光ってるやついる。なんかな。あ、僕例じゃなくてオーロットじゃん。なにこれ、うっぷんばらし。相手のイラッと勝負つけ、待って。ちょっと気になるんですけど。なにうっぷんばらしって。相手のイラッと勝負つけて攻撃。そのターンに威力を下げられていると、技威力が2倍になる。そういう感じか。待って、レベル、あ、いい、レベルいけるな。待って、ブレン寝ちゃった。ちょっと待って。よし、行くぞ。オーロットね、一時期ポケモンユナイトでね、結構使ってたな。ノーマルタイプか。山でも胸の剣かっこいい。ああ、いいね、回復。でも草タイプって今までさ、好きだったんだけど、めちゃくちゃ好きなタイプだったんだけど、結構どちらかっていうと不遇寄りなイメージでさ、まあナットレイとか一部のポケモンは強いポケモン、めっちゃ強いなってポケモンいたけど、あとガラル、剣盾の時のゴリランダーとかね、強かったけど、でもそれでもなんか、グラススライダーとかが出て、はちょっとね、強い技もらえるようになったな。まあ、ギガドレインとか強かったんだけどさ、もともと。キノコの胞子とかね、一部のポケモンは覚えたし。でも最近こう草分けとかさ、またいろんなね、強い技が増えてきて、いいね、草タイプ。OK。老木ポケモン。森に住むポケモンにはとても優しい。頭の茂みを住処にされても気にしない。優しいんだよね、オーロットって。やさおっと。いいね。いや、無念の剣いいなぁ。で、うわ、怖っ。ちょっとほんと怖い。ちょ、マジで森であったらもう死を覚悟する。あっちにも光ってるポケモンいたから、それをちょっと見て。いやぁ、ダメだな。楽しいなマジで。探索が楽しすぎてさ、全然進まないんだよね。ミミック。もっと薄いように多分色違いって、白黒ぐらいだよね。あ、勝てるようになった、やった。水タイプ、ヌオーだ。ヌオーか。ヌオーどうしようかな。え？あ、そういうことか。ソチャで一応ソチャ出しといて、って感じていきますか。あれ待って、ここのパスラはあれじゃない？え、なに？あ、毒タイプだ。あ、どうじゃん、ほぼ。ここのパスラはあれじゃない？翡翠の時のパスラオじゃない？違うかな。とりあえずネット。
うわ、アシットボムめっちゃ強いな。これ結構ピンチ。んー、でもやるしかないな。ネット。やけど。んー、ダメか。いって。うわ、かわいいアップ。よし、捕まえよう。だいぶボールかな。え、これやっぱ翡翠の時のさ、バスラオっぽいよな。やった。クリティカル。二大刀になれるのかな。何覚えたかな。あ、シャドウっぽいいね。純粋に。たたり目もいいけど、まあ、シャドウっぽいか。よし、いいね。ちょっとバスラオ、バスラオ。バスラオが気になります。にゃーちょっと元気すぎるよ、ちょっと、この、カムカメちゃんたちは。なんかシビビールが泳いでるのすごいシュールなんだけど。え、やっぱこれあれじゃない？シャドーボー。え、ウェーブタックルって何？かっこいい。あ、え、アクアドライブみたい、あ、違う、え？フレアドライブみたいなやつ？水タイプの。面白いね。え、でもそれだったらちょっとさ、電気タイプのさ、物理技のさ、ワイルドボルト以外のやつちょっとか欲しいな。それかワイルドボルトの威力をもうちょっと上げ、え？威力どうだっけ？なんか、フラドライブとか120だった気がする。100?120?110? なんかワイルドボルトってちょっと低かったよね。生態があまりにも異なるため、バスラオとは別種という説が近年は有力視されている温厚ポケモン、白筋の姿。別種？そうなんだ。バスラオ。あ、やっぱ偉大とはありそうだな。あ、来た進化。水の上で進化。大丈夫かな。マグカッパ。あー、マグカルゴ。え、待って。あ、マグマか。マグカルゴもよく見たらちゃんとマグマがね、通ってる感じがあるね。そしてこの、背負ってるからのマグマ感めっちゃ強くなってかっこよくなったね。溶岩ポケモン。野生のマグカルゴが突然増えた時は、火山が噴火する前触れという伝承がある。ありそう。カラヤブ来た。え、でも、どうしようかな。カラヤブ。あんまりね、性格がカラヤブ用のさ、性格じゃないんだけどさ、溶けるの方がいいような気がするよね。まあでも、面白いから。カレーブ。オッケー。で、あれ、なんかしようとしてたんだけど、完全に忘れちゃったな。シビビールも捕まえたいけど、ちょっとレベルがなっていう。シビビールって、ダイブボール適用されるかな。シャカシャカ砲。ちょっと重くない？ここらへん。OK。これはちょっとどうしようかな。威力80か。ネットでちょっと削るか。まあこれ火傷したら終わるやつ。OKOK。ダイブボール適用されるのかな。ダメっぽい。
ハイパーボールでいくか。オッケー。よし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 。そう、シビルドンってなんか予想よりすごいちっちゃくてびっくりするんだよな。電気ポケモン。食欲旺盛なポケモン。獲物を見つけると襲いかかり、電気でしびれさせてから食べる。怖いね。なんかチュパカブラっぽいしな。チュパビールにするか。あ、間違った。オッケー。ああ、そう。ワイルドボルトの威力ちょっと気になる。クイックターンは60。フレアドライブって120でしょ？ワイルドボルト90なんだよね。ちょっと低いよね。自分のさ、ダメージ受けるって考えたらさ。なんか雷パンチとか覚えないポケモンのための物理タイプのさ、電気技欲しいんだよな。雷の牙もさ、威力65でちょっと低めだし、まあ主にレントラーなんだけどさ、レッドビーム、なんか覚えたら強すぎるとかあるのかな。どうなんだろうね。覚えてほしいよね。覚えてほしいな。